東京スポーツ、東京スポーツは、東京スポーツ新聞社が発行する日本の、有刊スポーツ新聞である。略称は、トスポ、トスポ。休日は原則休館。GW は5月2日から4日頃に、年末年始は12月28日頃に250円から300円の、GW 特大号並びに、新春特大号、お正月特別号がそれぞれ発売され、 以後 GW 並びに、正月三が日,日が過ぎるまで休館。飛ばしのトースポの異名を取る。なお、名前が類似している新聞である、東京中日スポーツは、中日新聞社の東京本社が発行しているもので、トースポとは全く関係ない。トースポは、創刊当時からプロレスを大きく扱っており、他に、競馬、性風俗関係の記事に強い。 1980年代半ばまでは赤い見出しとインクで手が汚れるプロレス新聞として知られたが一面に来るのは大抵男子プロレスの記事で長年女子プロレスは扱わっていなかったが東京スポーツ制定のプロレス大賞は1995年以降女子プロレス大賞が新設されるなど女子プロの扱いに変化が見られる男子プロレスが新日本プロレス 全日本プロレス、国際プロレスの3団体だった時代には、プロレスのテレビ中継は東スポが独占しろの社名の、元、キャップの桜井康夫が、テレビ朝日、ワールドプロレスリング、デスクの山田隆が、日本テレビ、全日本プロレス中継、記者の門間忠夫が、東京12チャンネル、現、テレビ東京、国際プロレスアーの解説をそれぞれ担当していた。 東京スポーツにおいて、プロレス記事が多い理由は、勇敢神であるがゆえに、野球などの記事での試合速報は、他者と勝負にならないことと、プロレスは、八尾町疑惑もあり、他のほとんどの新聞が扱わなかったためであった。その後、紫色の憎いやつ、リングを染める先決の赤から、王者の風格のパープル絵をキャッチフレーズに、青紫の見出しの紙面に刷新。年、 全日本プロレスや新日本プロレスがゴールデンタイムの中継から撤退するなどしてプロレスがマイナー化すると芸能ゴシップなどが一面に掲載されることが多くなる。1991年4月ビートたけしが客員編集長についてからは浅草キットから日付以外はすべて語法と言われるほど娯楽性を重視しておりガセのトースポという異名も持つ。 TBS テレビの番組、アッコにお任せ。では、エキサイト新聞、トースポート賞される。2000年代あたりからは、日本人アスリートの海外進出が本格化したが、時差の関係から、日本のスポーツ種の中で最も早く国外スポーツの試合結果を伝えられるケースが多いという特性を、生かし、野球のメジャーリーグゴルフの PGA ツアー、 欧州各国のサッカーリーグなど欧米のスポーツに関する記事に力を入れるようになっており、娯楽性の強いゴシップ記事は減少傾向にある。競馬に関しては、中央競馬の全レース最大36レースの馬柱が掲載されている。中央競馬開催前日付の競馬面において、競馬新聞と同じ品質の紙を使用する。月曜や、 祝日の翌日に開催される場合、通常は、夕刊富士、日刊現代と共に休刊する日曜、祝日にも発行する、値段は変わらず。地方競馬やそれ以外の公営競技についても、ナイター競争中心に予想を掲載することがある。マドンナ時だった、落合やチンポ丸出し放送、聖古林間、人面魚渋滞、大ネタ爆死、不正人金大作戦。 ダイアナ大単入、阪神時期監督、上岡龍太郎、宇宙人化石発掘ネッシー出産、電線に止まった、UFO、スマップ解散、前田敦子ヌード、今井恵理子議銀ローパン疑惑など、一面の奇抜な見出しが特徴である。これらの見出しの下には小さく、か、も、説、絶叫などの語句、記号が書かれ、濁されていることが多いが、そうした見出しに関しては、 売店や新聞スタンドに陳列されている状態やりたたんである状態では見えないよう、紙面のレイアウトが計算されている。かつては、東京都中央区築地の日刊スポーツ本社工場で印刷されていたが、1988年6月以降は、東京都江東区越中島の東日印刷本社ビル内に本社、編集局を構え、印刷も東日印刷が行っている。 北海道発売分に関しては、2009年6月29日から、北海道北広島市の毎日、新聞北海道センターでの現地印刷へ切り替えられたものの、2017年12月28日分をもって、北海道における現地印刷や販売は了した。もっとも、本件記事が名誉毀損にわたるものではないとしても、思わせぶりな前期見出しの掲げ方とともに、 被告らに面白おかしく前期のような記事として取り上げられたこと自体が原告にとって不快なものであろうことは推認できないではない。しかし、当時の原告の置かれた状況並びに世人から寄せられていた関心の高さとその性質及びそのような関心を寄せられたとしてやむを得ない状況にあったこと、右記事からすでに六年以上が経過し、 右記事自体の陳腐さが明らかであること等の諸事情に、照らすと、右記事の掲載に、損害賠償をもってするほどの違法があるものと、認められないと判事して、三浦の請求を棄却した。BR しかし三浦が控訴し、1993年、平成5年8月31日、日審の東京高裁判決は、非控訴人、梨本の執筆する。 芸能リポート記事が通俗的な興味そそる、娯楽性の高いものであること等の事情によって、右結論が左右されるとは考えられないと、三浦の請求を認めて、医者業を10万円確定したため、結局は東京スポーツ側が敗訴した。この二審では、判決後半において裁判長が、報道機関が自ら記事を信用する人間はいないと主張することは、 報道機関としての存在そのものを自ら否定していることに他ならないと出席したトースポ関係者に説教する一幕もあった。なお、梨本勝によれば、自らが寄稿した新聞、雑誌記事の信憑性をめぐる損害賠償請求訴訟で敗訴した場合には、通常なら損害賠償の全額を記事を掲載した会社側が支払ってくれるが、トースポは、 好きなことを書かせてくれる代わりに接班で負担させられるシステムになっているという。こういった点からも記事の内容について、よく言えば執筆者の自主性を重んじている。悪く言えば面白半分の信憑性の乏しい記事でも、執筆者任せで最低限のチェック機能しか置いておらず、刺激的な飛ばし記事を繰り出してでも、販売部数を優先するトースポのスタイルをうかがい知ることができる。 ゴシップ系記事や芸能人の動向などにまつわる記事でも稀に事実を記載することがある。また、それが大きなスクープであることも多いが、常述のようにスクープに見せかけた飛ばし記事が多い。紙体質ゆえ、トースポの記事だからと冷淡に扱われることが多く、そのスクープがトースポ独占状態の時点では世間を騒がせることは少ない。トースポの場合は2018年3月まで、 テレビ欄は社会面のもとに掲載していた。トースポの場合、在京テレビ局の番組表のみ掲載、他のトースポ管轄エリアのテレビ局の番組表は掲載されていなかった。大阪スポーツ、近畿圏のみもテレビ欄を掲載していたが、トースポと同時期に終了させている。長官である九州スポーツのみ、発行日付当日の番組表を終日。 掲載ししてていいいる中京スポーツは元から収録していない東京スポーツのテレビ番組欄は発行日当日と翌日のそれぞれ18時から深夜までの番組を掲載していた。発行する地域によって大事が異なる。長官で発行されている九州以外官が見ながら配送の事情により他の長官誌と共に翌朝に 扱い店の店頭で販売されている地域もあるほか、教会付近では異なる地域のトースポ系新聞が併売される場合もある。特に東北は、他のスポーツ紙が現地印刷を始める中、配送距離がトースポ本社から 600km 以上の地域があるなど、スポーツ紙の配送体系では異例の長距離配送となっている。ちなみに、中京スポーツ、大阪スポーツ、 九州スポーツの発行範囲は、印刷工場からの輸送距離が 500km 以内に、ほぼ収まっている。東京スポーツの一面大事化には2007年秋から、東京スポーツ、プレスという英字表記が付くようになった。中京スポーツ、大阪スポーツ、九州スポーツの大事化には、英字表記ではなく、東京スポーツグループと表記されている。宅配に関しては、 一部地域は宅配を行っておらず、これらの地域では、駅売り店やコンビニなどにおける即売のみとなっている。月決め申し込みもかつては、本社が直接行っていたが、現在は、発行地域別に、東スポ、中京スポ、大スポ、旧スポに直接申し込む形をとっている。また、東スポ、中京スポ、大スポは3ヶ月以内。 旧スポは1ヶ月以内のバックナンバーも扱っている。セブンイレブン限定で発行日の翌日にマルチコピー機で発売する4ページのモノクロ要約版東京スポーツセレクトを一部280円で発売している。また、那覇空港内のコンビニや売店などで発行日当日に東京から空輸されたのを販売している。なお、空輸費が加算されるため、 価格が50円増しの190円となる。前日の通り、販売から撤退した北海道では、かつては、系列し、北海道スポーツも存在した、同心スポーツとは、関係がない。以前は、東京から輸送していたが、2009年6月29日から2017年12月28日まで、北広島市の毎日新聞北海道センター、毎日新聞、 スポーツ日本の印刷工場でトースポの現地印刷を行っていた。北海道印刷文も公営競技、テレビ欄などは差し替えず、東京のものをそのまま掲載していた。北海道における現地印刷開始後も宅配は行っていなかったため、駅売り店やコンビニなどにおける即売のみとなっており、札幌都市圏、石狩新興局管内では発行当日、それ以外の地域では、 翌朝の販売となっていた。2017年12月28日号、札幌都市圏、石狩振興局管内は当日発売分、その他の地域は29日発売分をもって、北海道での販売を終了した。販売終了の理由として、現地印刷を機にファンが拡大したものの、印刷費用が想定以上に多くかかってしまったとしている。2018年以降、 北海道でトースポを購読する方法は、郵送で購読するか、東京スポーツセレクトで購読するか、発行の翌日以降に、トースポ本社にバックナンバーを注文して購読するしかなくなった。九州スポーツ、九州支社以外は、営業、販売、編集、印刷とも同一地に所在。九州スポでの掲載は1日遅れる。三浦と海老名は、 JRA 所属の現役騎手のため、騎乗停止、海外遠征等の場合は救済となる。2012年から開催される、東京スポーツ主催のミスコンテスト。例年4月から年末まで、撮影会等の集客数を競い合い選出される。受賞後は、翌年のプロレス対象受賞式を皮切りに、1年間、トースポの関わる競馬や、ボートレースなどのイベントに広く関わる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。